聴者の方からよくピロシキーズの LINE スタンプって作らないんですかっていう声を結構いただくことが多くて、なので今回はピロシキーズの LINE スタンプワード会議をしたいと思います。 LINE スタンプ側の会議？ LINE スタンプワード会議、ワード会議消えそう、消える、ブラスが今回こちらにホワイトボードを用意したので、ブラス、アレちゃん、二人それぞれの日頃の口癖を思い出していただきながら、だからさ、俺の口癖はさ、自分じゃ分からへんから、アレちゃんに書いてもらったり、そうやな、俺はアレちゃんの口癖を書いて、アレちゃんは俺の口癖書いたらいいねや。え、じゃあ、アレちゃんの口癖を書きますね。はい。まあ、ベタで。え、ちょっと待って、お腹ってどうやって書くんやったっけ。お腹すいた。プラス確かによく言うかもしれない。めっちゃすぐお腹すくもん。お腹すいた。ずっと言ってるくない？今日も言ってたし、昨日も言ってたし、その前も言ってたし。感じ違くない？あ、そうなの。今聞いたら感じこんなんじゃなかったっけ。あれ、月、月や、月。こうでしょ、こうじゃなくて。え、違う。なんか違うんやけど。やめた。なんでやる。消すなよ。息が細すぎる問題。え、ちょっと待って、ちょっと待って。間違った。同じ感じだったのよ。もうさ、もうなつられて言ってまうねん。え、これで合ってる？ちょっと待って、なんで一緒なん？一緒で。合ってるってこと？合ってるよ。ゲシュタルト崩壊やん、そのせいで。なんかおかしくなってまうねん。はい、やめろやん。やめろや、これは絶対入れたいね。そう。手、おかしいよ、6本あるけど。え、1,2,3,4,5 アレちゃんよくめっちゃ言う、なんかなんかこれがしたくて、なんかこうなって、それでなんかこうなって、なんかなんかって言わへんよく。なんかなんかって言うな。俺一回な、アレちゃんが一つの動画10分ぐらいの動画で何回なんかって言うかをカウントしたことあんねんけど、56回ぐらい出た。バカ野郎、バカ野郎ってよく言うやん。確かに。オツポエスタセニョリータ、あ、言う言う言う、オツポエスタセニョリータってよく言ってんねん。言ってる。あ、好きって言う、かわいい。あ、それ好き。え、そんなん言う俺。好き、それ。好きっていう、うん、確かに。あ、好き。あ、ちょっと下げる感じな。あ、それ好き、好き、うん、うん、みたいな。これいやいやちゃん、たまに言ってるかも。あの、これな、でもな、動画には載ってへんかもしれへんねんけど、なんかご飯食べたりなんかした時にまずい時とか、あの感想言わんとあかん時に、ちょっと待って私無理かも、これめっちゃ聞く。おまんぽ様とか書くんじゃねえだろ。え、違う、おまんぽって書いてんじゃねえか。書いてんじゃねえか。あれちゃんよく言って、おまんぽ様言うてへん。おまんぽって言ってる。マンボウでしょ。あ、マンボウか。マンボウじゃねえよ。俺マンボウって言ってんのかと思った。違うよ。おマンボウね、シーシー、ロシア語でおっぱいって意味やねんけど、それをみんなにバイバイって言う時。じゃあアレちゃんの LINE もちょっと見てみるわ。今最近のアレちゃんが書いてきた LINE。 何？アレちゃんとのさ、やりとりどんなことしとんかなって思ってた。ケース6本入りでいいんかな。恵比寿でお願いします。 OK、 恵比寿赤色しかないけど大丈夫。じゃあプレモルの青ある。オレンジならあるけど青はない。なければ普通ので。喧嘩でもアル中じゃねえか。やりとりしかもめっちゃ可愛い。耳が言う。おつまみの話。あと眠いと、ああもう文句ばっかり言ってる。なんかお腹すいた、眠い。子供みたい。だから食べた、食べたんやろな。お腹すいた後食べて眠なってんねん。そう。ちょっとこれも言ってる。うんこしたいよ。てかうんこしてる、めちゃくちゃ。お腹すいた、うんこしたい、眠い。赤ちゃんじゃねえかよ。ひとたまりもねえな。ねえなーは言うてへん。ねえわーみたいな。ひとたまりもないっていうのをよく言うの。ひとたまりもないわ。間違って使んねんけどな。いやでも意外とね、合ってるっちゃ合ってんねん。合ってへんねん、もう。あ、これめっちゃ言う、あれちゃん。
ちゃうねん。ああ言うね。あちゃうねん。もう何言っても全部言い訳する前に言うやつ。ちゃうねんって言うねん。ちゃうねん。そう。なんなん。ああ言うかも。もうなんなんっていう。言う言う言う。俺絶対言う。それ言うわ。うん、なんなん。なんか不満があるときに結構言ってるよね。でもさ、これさ視聴者の人はさ気づいてないかもしれへんけど、うん、めっちゃ下ネタ言うイメージあるやんか。うんうん、実は全然言うてへんねんで下ネタここ1年ぐらい。え？ほんま下ネタ言ってなくない？おさ説明して。なんかそう根拠はどこなんとかのためでね。え、どういう意味なんて。何どこに行って何言うん、数字だけで、うん、数字根拠みたいな数字を出す。それめっちゃ言う。何のためおかまやってんのよ。でも使いどこないよな。何のためおかまやってんのよ。それもうおかましか使えへんやつよほんまに。使えるよ。使えへんわ絶対。どこで使うねん。ほんまみたいな。ほんまほんまぐーお腹が痒い。お前もやでそれ。2人ともやで。2人ともお腹が会話してる状態ですね。ぐー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 みたいなね。これあれちゃんちくしゃーコウメダイルちゃんちくしゃーってよく言ってる。ちくしゃ言ってんな。あ知らんけど、まあ、知らんけどって言うかもな最後にな。知らんけど知らんけど、いろいろ言って責任逃れんだから俺。逃げてんやん。そうなんか言うて責任は取らへんよ。知らんけどって関西っぽい。そうそうそう。まあだからさこれいろいろ自分らで口癖これかなっていうの書いたけど分からへんよな実際。まあ自分らはあんま意識してね喋ってないから。そう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 。え、なんか視聴者とかがさ、ほらまたなんか言うたろ。視聴者なんか、うん、またなんかって言ったよ。うっせえな。そううっせえよ。うっせえや。うるせえも言ってるかもね。うっせえよ。とりあえずね、あの視聴者が思ってくれているなんかうちらのイメージなんか、ね、とかをちょっと書いてほしい。なんかやめろ、つられそうになるやろ。もうそういうイメージとか書いてほしいね。うん、だから自分らじゃ分からへんから普段やっててな、うん、視聴者の方が聞いてたりする可能性もあるから、こういうのあるんちゃうかって思うのがあったらぜひコメントで教えてもらったらそういうのも採用していこうかな。出てきそうだよね。で作るのこれ何、 LINE スタンプ作るってこと。条件がありまして。条件、登録者数が切りよく20万人いったら作りたいなと思ってます。あ、じゃあもう2年後ぐらい。いや、3年ぐらいかもな。そういう未来は。20万人になったら作れるってこと。皆様じゃんじゃん登録してください。20万になるまでに登録してください。お願いします。いや結構時間かかんで、あと今登録してないそこのあなた、すぐにそのボタンをポチッと押してみる。で今なこの動画撮ってる時点では18万2000人やってことは、残りは1万8000人。で月2000人増えるとするやん。にしろはと、にしろはやから、9ヶ月はかかる。リアルに毎月2000人やったら、皆さん、じゃんじゃん登録とチャンネルにグッドボタンを、お願いします。ちゃんと登録してね。最後にサムネを撮るので、うん、それぞれの口癖書いてください。インボ様になってるやんそれ。インボ様って、インボって違う意味なんねんけど。やめてよ。インボ様って言ってない。インボ様言うてへんそんな。ちいやちい、お前なんでこれにあったの。私カタカナも書けへんくなったのか。